浅川は長野県長野市北部の地域。協議、浅川一から5丁目の範囲。抗議1も含む1889年時点の上目の地群、浅川村域。長野市役所浅川市所管内の範囲。本校で開設地域内の人口及び、世帯数は2827世帯6837人。本校では、 かつておおむね同区域に所在した上見の地群、浅川村についても述べる。地域の北西を山登山、北東を飯綱山、南東を千府山などに囲まれる。北東の飯綱山麓から浅川が発し、南西へ流れる。地域西部を長野県道37号長野市のの線、東部を長野県道506号都学志高原浅川線が走る。周囲は、 以下の地区と接する。地区東部は若月、稲田、徳間などと合わせて長野市北部の一大住宅地を形成しているが、東地区は山際のため商業施設等はほとんどなく比較的のどかな風景である。地区西部は飯綱高原の入り口にあたる中山間地で小さな集落が点在している。長野オリンピックに合わせて浅川ループラインが開通したこともあり、北西部では リゾート開発が行われた。中曽根には、長野ゴリボブスレイリュージュ会場、スパイラルが建設されたほか、北号、三津毛のため池、湿原地帯には、長野京急カントリークラブが開かれた。浅川は、浅川地域南東部の地区。浅川一から五丁目がある。郵便番号は381-0054。周囲は、以下の町町と接する。地区内は、 浅川団地として造成された南向き斜面の住宅街。1.23.24丁目が接する中央部に商店が数軒あり、北東の5丁目に県営浅川団地がある。地区内の人口及び世帯数は以下の通り、地区内を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。浅川一の瀬は浅川地域中部の地区。現在は無人地帯であるため、 郵便番号は割り振られていない。浅川右岸に長細く伸びる地区で、中央部には浅川ダムがある。長野県道506号都学志高原浅川線の新工事ループ橋が南東部をかすめるほか、道県道の旧道が浅川に沿って重走する。周囲は以下の町町と接する。公共交通機関などは、長野駅まで続くバス等がある。ブランド役士浅川押田は、 浅川地域南東部の地区。郵便番号は381-0056。地区中央部を長野県道37号長野品野線が南北に走り、駒沢側が北西から南東に流れる。周囲は以下の大技、町長と接する。鎌倉時代に水内軍は勝つ基層のうち、押田号という号名が見え、当地と否定される。地区南東部は宅地化されているが、 その他は山林である。地区内の人口及び世帯数は315世帯768人。地区内を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。浅川清水は浅川地域中部の地区。郵便番号は381-0072。周囲は以下の町町と接する。中山間地の集落。南東部に長野市霊園がある。 地区内の人口及び世帯数は18世帯31人。長野市乗り合いタクシー浅川53コースが集落に乗り入れるが乗車には会員登録を要する。このほか、お盆などに限り運行されるアルピコ交通のん長野駅長野市霊園が利用できる。浅川西条は浅川地域南東部の地区。郵便番号は381-0057。 南端に駒沢川が流れる。周囲は以下の大技、町長と接する。地区南部は最上段地、浅川住宅地として造成された南向き斜面の住宅街。北部の大半は山林である。地区内の人口及び世帯数は701世帯1697人。地区内を走るアルピコ交通、超電バスの以下の路線系統が利用できる。 浅川西平は浅川地域中部の地区。郵便番号は381-0066。南東向き斜面の山間地。駒沢側が発する。周囲は以下の町町と接する。集落は南端にあり、北部の大半は山林である。地区内の人口及び世帯数は30世帯91人。長野市乗り合いタクシー。 浅川号3コースが乗り入れるが、乗車には会員登録を要する。一般の路線バスはない。浅川畑山は浅川地域中部の地区。郵便番号は381-0073。南端に浅川が流れる。周囲は以下の大技、町長と接する。三間地の地区。大半は山林である。集落は、 浅川地域の他地区よりも、芋井地域の新安集落に近い位置にある。地区内の人口及び、世帯数は、11世帯29人。長野市、乗り合いタクシー、浅川5の4コースが乗り入れるが、乗車には、会員登録を要する。一般の路線バスはない。浅川登場は、浅川地域南東部の地区。郵便番号はのゼロゼロ六四。中央部を、 長野県道37号長野信濃線が南から北東に向けて走り、長野県道506号都学志高原浅川線が分かれている。南西端に浅川が流れる。周囲は以下の大技、町長と接する。宅地と田畑が広がる。南東部に市役所、支所、小学校などの公共施設が集まり、浅川地域の行政の中心となっている。 地区内の人口及び世帯数は190世帯443人。地区内を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。浅川福岡は浅川地域東部の地区。郵便番号は381-0062。南東部を長野県道37号長野品の線がかすめる。周囲は以下の町町と接する。集落は南端の県道沿いにあり。 北部の大半は山林である。地区内の人口及び世帯数は20世帯52人。地区内に路線バスは走っていないが、県道を200メートルほど下れば、浅川押田地区内の停留所が利用できる。また、長野市、乗り合いタクシー、浅川号2コースが乗り入れるが、乗車には会員登録を要する。神楽橋は浅川地域南東部の地区。 郵便番号は381-0053。周囲は以下の大技、町長と接する。地区内はほぼすべて宅地化されている。地区中央部に緑ヶ丘公園が広がる。地区内の人口及び世帯数は300世帯731人。地区内を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。角沢は浅川地域北西部の地区。 郵便番号は380-0881。南北に長い形をしており、南部では朝川が発する。北部を長野県道404号、栃原北号、品野線が通過する。周囲は以下の大技、町長と接する。古くからの集落は南部にあり、浅川畑山同様に、浅川ループライン側よりも芋井地域の植木屋に近い。北部は、飯綱高原の一部として、 別荘地やホテル、美術館などがある。イーズナ高原スキー場のゲレンデにも接している。地区内の人口及び世帯数は98世帯233人。地区北部では浅川ループライン、イーズナリゾートライン交点にあるイーズナ第4リフト、停留所からアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。北号は浅川地域北部の地区。 郵便番号は381-007号。地区北部は浅川と長野県道506号、都学志高原浅川線が東西に横断する。地区北部には長野県道404号、栃原北号信濃線がかすめる。周囲は以下の大技、町長と接する。戦国時代には水内郡広瀬荘の内北号と見え、これに対する南号と合わせて、 北南の里として1号分の処分を負担した。集落は、地区南部の浅川ループライン近くにある。北部には、浅川下流の村々が築いたため池群があり、現在はそれを包み込むように、長野京急カントリークラブのコースが広がっている。コースの西隣には、長野県環境保全研究所の生態園があり、自然観察ができる。地区内の人口及び、世帯数は、 56世帯126人。集落から500メートルほど下った中曽根地区内の北郷岩原停留所からアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。また、集落内に長野市、乗り合いタクシー、浅川51コースが乗り入れるが乗車には会員登録を要する。魚中は浅川地域東部の地区。郵便番号は381-0061。 地区北東に山登山がそびえる。中央部を長野県道三十七号長野品の線が南北に走る。周囲は以下の大技、町長と接する。上見野地群飯綱町へ続く、坂中峠の南口の地区。坂中峠は旧北国海道脇道である坂中道の峠で、当地はその上り口にできた日田集落であり、江戸時代には坂中にいた村といった。 集落は中央部の県道急道沿いにある。大半は山林である。地区内の人口及び世帯数は29世帯64人。長野市乗り合いタクシー浅川52コースが乗り入れるが乗車には会員登録を要する。一般の路線バスはない。シャリは浅川地域南東部の地区。郵便番号は381-0063。 南東部を長野県道37号長野信濃線がかすめる。周囲は以下の町町と接する高台の住宅地。南道口名であり、ふつしゃりに由来するとも、西行が飯綱山を詣でた際に読んだ歌に由来するとも言う。地区内の人口及び世帯数は146世帯350人。地区内に、 路線バスは走っていないが、南に300メートルほど下った浅川、東上地区内の停留所や、東に400メートルほど下った浅川押田地区内の停留所が利用できる。また、長野市、乗り合いタクシー、浅川52.3コースが乗り入れるが、乗車には、会員登録を要する。進行時は、浅川地域南東部の地区。郵便番号は381-0065。 西端を浅川が流れ、中央部に浅川ダムがある。地区の南の隅で南浅川と合流する。中央部を長野県道506号都学志高原浅川線が南北に走る。周囲は以下の町町と接する。中央でくびれた形をしており、主な集落は南東部にある。 浅川油田があった地であり、少なくとも1753年以前から利用されてきた。1871年には日本初とされる石油会社、長野石炭油会社が設立され、本社を東京府神が日本初となる石油生成所は、妻か村らい主導のカルカや三世三寺境内に置いた。当初129立方メートルの産出があり、 設備の新設などで224立方メートルまで増やしたが、これ以上は伸びなかった。1881年に同社は倒産し、その後はガラス工場の燃料などに細々と利用されてきたが、1973年に200年以上に及ぶ石油利用は終わった。現在は石油井戸のみ残され保存されている。地区内の人口及び世帯数は、 29世帯56人。都学市ゆきの路線バスが地区内を走るが、停留所はない。最寄りの停留所は、浅川ループラインを南西に800メートルほど下った、浅川東上地区内。地区内には、長野市、乗り合いタクシー、浅川52.3コースが乗り入れるが、乗車には、会員登録を要する。大気久は、浅川地域南東部の地区。 郵便番号は381-0071。山間部の集落。周囲は以下の大技、町長と接する。集落は南部にあり、大半は山林である。地区内の人口及び、世帯数は14世帯25人。地区内には、長野市、乗り合いタクシー、朝川52.3コースが乗り入れるが、乗車には、会員登録を要する。一般の路線バスはない。 中曽根は浅川地域北西部の地区。郵便番号は381-0074。中央部を長野県道506号都学志高原浅川線が南東から北西に走る。周囲は以下の町町と接する。主な集落は南東部にある。北西部には長野市ボブスレーリュージュパークスパイラルがあり、長野五輪のボブスレーリュージュ競技会場となった。 現在でも公式競技が開ける国内唯一の会場として利用されている。地区内の人口及び世帯数は46世帯111人。地区内を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。スパイラル3通では浅川地域北部の地区。郵便番号はのゼロゼロ七六。南端を長野県道五百六号都学高原浅川線が かすめる。周囲は、以下の大技、長長と接する。集落は南部にあり、大半は山林である。地区北部には、長野京急カントリークラブのコースの一部が、またがっているほか、逆や地出源が広がる。地区内の人口及び、世帯数は、13世帯32人。長野市、乗り合いタクシー、浅川号1コースが乗り入れるが、乗車には、 会員登録を要する。一般の路線バスはない。屋敷店は浅川地域南東部の地区。郵便番号は381-0055。周囲は以下の大技、町長と接する。全域が宅地化された住宅地。南東部は北部中学校の敷地が占める。地区内の人口及び世帯数は290世帯749人。 地区内を走るアルピコ交通の一家の路線系統が利用できる。ありがとうございます。